お風呂ました、ね、おはようございます。あの、そう、久保さん、あの、今、対談してまして、あの、ドリアクア売るんでね、で、テーマが、人生を変えられる人と、人生を変えられない人の違いみたいなね、テーマで、やってるんですけど、もう多分ね、4人ぐらいしたかな。まあ、ちょっと、7人か、8人か、10人か。 ややれるだけけちょっととろううかなと思うんですけど、はい、今日も昼からね対談なんですけども久保さんはどう,どう思いますかね違いですね。人生を変えられる人と変えられない人は違いです。違いをもたらす違い。違いは何なんだと。久保さんのこれはちょっと見解をお聞きしたいですね。変えられる人と変えられない人。この違いは一体どこにあるのかと。でもこの 違いって結構大事じゃないですか。まあ変えたくないんだったらいいんですけどね、別に。聞く必要ないし。あの、まあ僕はもうこれからも変えた、変えたいというかもう変えたんで、まあ現状維持というか、まあこの生活をしっかり守っていく。だからまあ攻めというか、まあ守りながら攻めるというか、攻めが、なんか今までは攻めてたけど、攻めが守りになってきたっていう。うん。もう。 ただ、自分磨きはするって感じですかね、守るために。成長するために発信する、成長するために稼ぐっていうよりかは、うーん、担保すると、い維持するために頑張るっていう感じですよね、今は。うん例えば、なんかイ、イメージとしては、なんか、ダイエットをするぞっつって、痩せるっつってね、最初やってて、で、痩せました。 もう痩せましたで体を手に入れましたでもその体をキープするためにまあ今までやってきたことをひたすら続けるって感じですかねまあダイエットで成功してもうーん、まあね、減量してやったとしても、まあ、結局リバウンドっていう言葉もありますけどもまあそれを続けなければまた戻っちゃうっていうこともあるじゃないですかだから戻らないためにやるって感じですよねうん 久保さんは違いは何だと思いますか？変えられる人は変えられない人言ってらっしゃい。